ちょっと水分出たぐらい。あ、いい感じ。マッシュルームの塩焼き完成です。こんにちは、きのこ料理専門店きのこの里の鈴木です。さあ、今日はですねマッシュルームの塩焼きをしていくんですが、それとこのお酒、エキスパートきのこっていうんですけど、きのこのために作られてるお酒なんですよ。これと今日はマッシュルームの塩焼きで一人で晩酌しようと思っております。はい、じゃあ早速ね、じゃあもう作っていきます。じゃあこれマッシュルームなんですけど、ちょっとね、まあ大きい方がよくて、軸はもう使わないんで、こんな感じでもう取っておきます。この軸はなんかスープとかにね入れたりしたら美味しいです。マッシュルームってめっちゃうまみ出るから、スープとかにね絶対使う方がいいですね。お鍋のねお出汁とかにまだ使ってください。冷凍しといてもねいけるからね、冷凍で溜めといてもいいと思います。はい、じゃあもうね焼いちゃいますけど、今日ね包丁も使わないんです。これお店やからなんかこんなあるやんみたいな話になるけど、お家でやるときはもうカセットコンロにこういうのを引いてもらって、でカセットコンロの火でちょっとちまちま焼くことにはなるけど、やってもらえたらいいと思います。じゃあ乗せます。もう待つだけなんよ。もうで火はマッシュルームに当たらんぐらいがちょうどいい。当たるとすぐ焦げちゃうんで、火通る前に焦げるから、焦げっぽくなりすぎたりするから、いや焦げてもうまいねんけどな。火加減だけねちょっと調整しながらやっててもらいたいんで、あ、でちょっと言い忘れたけど、マッシュルームを置くときにこっちにこう置かずにこう置く、これも大事なポイントです。これあかんねん、これダメなのよ。なんででしょう。なんでか聞きたい。これはこっちから置いてもうて、で次ひっくり返さなあかんなって、こうやってひっくり返したらマッシュルームの汁がこの中に溜まるんで、これと一緒に食べるんがもうめちゃめちゃ美味しいから、こっちが逆に焼いちゃうとダメなのよ。それはしいたけとかも一緒で、なんでちょっとこれで焼きます。でさっき茹でたお酒もそれとはまた別で違う日本酒もねあったりするから、ちょっとまあそれもね紹介できたらいいなとも思うし、椎茸の焼酎とか松茸の日本酒とか舞茸の熱燗とかめっちゃうまいね。飲みに来てください。今日はあ、いい感じですね。こんな感じ、ちょっと表面汗かいたみたいな感じ、ちょっと水分出たぐらい。あ、いい感じ。いいね。オッケー。いいんじゃない。これぐらいが目安です。こんぐらいちょっとお汁溜まってきたと。で触った時にもう柔らかかったら、あ、これもうプニプニ加減。プニプニやな。これぐらい。あ、もうええ感じよ。おーおー、焼き終わりは早い。これもうちょい。まだこっちはあプニプニ、これぐらいが目安です。 OK、 いい感じ。このね溜まってる汁が美味しいです。盛り付けますので火止めます。でこれが香辛大根ね、お家にあればちょっとあしらいみたいな。こんな感じに置いたら、お塩、まあ普通のお塩使ってもらってもいいんですけど、うちはこの焼きのきのこのためにブレンドしたお塩があるんで、それでこのお塩がまためっちゃうまくて、これだけでお酒飲み飲めこれだけでお酒お酒神々じゃないですか。これでお酒飲む方もねもういらっしゃるぐらいに美味しいですか。最後ちょっとあしらい、また置いてマッシュルームの塩焼き完成です。
ジューシーなんよね。うまい。お塩もだよ、めっちゃシンプルやけど一番美味しいかもしれない。マッシュルーム。いただきます。マジで美味しい。エキスパートキノコって長野県の中野市っていうのがキノコの名産地になってて、その中野市で作られてるお酒なんですね。鹿泉さんってところで作られてるんですけど、日本でここしか作られてないお酒なんです。ラベルもね、キノコで可愛いです。一回酒蔵さんにお話をお伺いしたことがあって、どういう思いで作られてるかっていうと、キノコを食べながらね、こうワイワイしながらキノコの味わいを引き立たせるように作りましたってことを言ってました。どういう系の味わいっていうと、みんながよく飲むんだったら獺祭とか、そっち系フルーティーな感じなんです。うちのお店女性の方多いんですけど、女性もすっごいね、みんな好きなお酒なんですよ。ほんまに美味しい。マジで飲みやすい。昼間からええよね、こういうの。ほんまに美味しい。お店でやってんのが、塩と5種類のペッパーをブレンドしてて、ブラックペッパーとレッドペッパーなんやかんやをブレンドしたお塩なんですけど、味引き立たしてくるんですよ。さっきマッシュルーム軸取ったじゃないですか。あの軸とかもお店で冷凍しといて、また後日お味噌汁とかなんかスープ作るときにそれ入れたら、全然旨味とかちゃうからね。それでお出汁取れるんで、キノコも冷凍した方が栄養素めっちゃ取れるっていうね、お話もあったりするから。なんで栄養素がめっちゃ取れるかっていうと、キノコの中に細胞壁っていうのがわーってあって、その細胞壁の中に栄養素が入ってたりするんですよ。でその細胞壁を壊すことで栄養がいっぱい出てくるんで、冷凍することで細胞壁が壊れて調理するときに栄養素がめっちゃ出るみたいな。俺が思うにマッシュルームが一番味で旨味が強い。うん、ほんまに旨味が強い。本日ね、いかがでしたでしょうか。マッシュルームの塩焼きとこのお酒ご紹介しました。またですね、次回も編集がちょっとお酒シリーズやろうかなちょっと思ったり、なんか逆にこんなんあればみたいな教えてくると助かるかな、待ってます。またちょっと次回も考えてやっていきたいと思います。では今日もありがとうございました。